あなたがそこにいるとすごく周りの人があなたと話したい。私が21年前帰国した時、ホームレスから始めて全財産10万円からスタートしました。その時に1回も営業してないですよね。なのに向こうからコーチングの意見が、22年前ってコーチングなんか誰も知らないのにどうやってきたか。このコーチングとカウンセリング領域を一気通貫してやれるところもなかなか少ないんじゃないかと思います。目的目標、何のために、じゃあ具体的に何が起こってたらそう思えるっていうのを引き出す、本当にやりたいことを発見する、その時のヒントが過去のプラスマイナスになります。上からでもなく下手でもなく横なんだけど、むちゃくちゃ大事なのはこの横ばかりじゃなく向きが同じ方向を向いてる、むちゃくちゃ大事なんですよ。人間って向き合うと分析するんですよ。つまり原因論をやっちゃうんです。私たちは専門スキル、金融、医療、福祉、いろいろあるんですよね。で、ビジネススクール行かれた方はビジネススキルもあるんだけど、実はそのベースにコミュニケーションスキル、人とのコミュニケーション、今みたいな交渉力一つですよね。で、10億安くなる。そして、自分自身とのコミュニケーション、メンタルスキル。この2日間、この2つ学んでいくし、原理原則は2日間学んで実習していって、実際身についてそう動けるようになるまでは、3ヶ月リーダーシップかけていきます。で、2日間も3ヶ月も大前提が自己受容他者信頼貢献感。まあ中にはね、もうせっかく来たんだから死に物狂いで血吐いても頑張んなきゃって思うんですけど、それはサステナブルじゃないんですよ。血吐いちゃうといかに肩の力抜いて技術で、ね、穴掘るんでもね、ああやって機械でちゃんと角度が合うから穴スムーズに掘れるんでしょうね。あのあれ機械なしでみんなで手分けしてスコップで掘れとか言ったら結構大変です。あの建物はなんか50年ぐらい先になっちゃうかもしれないですね。こんな風に技術の力を使うといかに肩の力抜いて楽になるか、その時に大前提が自分に OK、 周りに OK、 貢献感。まあさっきのヨシミもね言ってたんですが、なんかちょっと人は信じられないとか、のんちゃんとかね、なんか平山さんが言ってるね、ケレケレ笑って気持ち悪いとかみたいな感じでね、以来何の制約もなかったらって、そんな制約ないなんか考えられない、まあ、エジプトでビールでも飲んでたらいいかなぐらいな感じなんですよね。エジプトでビール、エジプトでビールとかね、のんちゃんいるかなね、みたいな感じで言ってて、最初はそれでもいいんです。でも最終的には実は自分に OK は出せてないから人が信頼できてない、人が信頼できてないから自分に OK 出すね。そして自分はどっかで役に立ててないと思うから、どうせ自分のダメなところをつっつかれて否定されるんじゃないか、警戒モード、防御モードにあるから、これら3つを挙げながら、この OS そのもの、まあすごく正確に言うとこの2日間は目的論コミュニケーションの、アプリを搭載するのに対して3ヶ月は OS そのものを変える。コーチングだけじゃないです。カウンセリングコーチング、要はね、カウンセリングとかコーチングむちゃくちゃうまいのにクライアントさんがつかないっていう人結構多いんですよね。そしたらクライアントさんとどう関わってどうやるか、もちろんね、あの営業スキル、クロージングスキルみたいなものを教えるわけではなく、あなたがそこにいるとすごく周りの人があなたと話したい。私が21年前帰国した時、ホームレスから始めて全財産10万円からスタートしました。その時に一回も営業してないですよね。なのに向こうからコーチングの意見が、22年前ってコーチングなんか誰も知らないのにどうやってきたか。異業種交流会行くために、大体異業種交流会ってみんな自分の商品サービス売り込むんですよね。こういうなんとか水どうですかとか、これを食べたら健康になりますとか、こういうのでシャワーヘッドがどうなりますとか、なんかいろいろ言うってわけですよ。自分の話一切しないですね。だからといって隅っこでじっと立ってたらただの無駄。むちゃくちゃアクティブにバーッとしたら、何やってるんですか、そういうのやってるんですね、やっていて嫌かった時は本当はどうなったらいいですかとか、何やってるんだ、それ大変、それは大変ですね、それが本当はどうなったらいいですかとか、いや浮かばない、でも良かった時どんな時ですか、だからこそどうなったらいいですかって立ち話で1分間コーチングしていくんですね。ちょっとあんまりいい例かもじゃないかもしれないけど、私あの、明日のジョーの矢吹ジョーが好きなんで、もう分かんないかこういう例で、ね、一応言いますけどね、少年院で喧嘩吹っかけてみんなにパンチ殴らせてクロスカウンターの練習をしてくるんですよ、ずっとね、あんな感じで、あれの、プラス版ですね。クロスカウンターこうやっつけちゃうんだけど、相手にその気にさせてコーチング、コーチング、コーチング、
スタバのお姉ちゃんにもコーチングしていくんですね。今学生さんなんですね、本当はどんなことはこんなことしたいって言って店員の人と会話してると、後ろで列ができるから私が気を使ってちょっとどいた方がいいんじゃないですかとか言って、ああとか言いながら、でそのうち彼女は継続コーチングだと思って、こういう会社に入ったんだけど英語がみたいな感じで、ああそうなんですね、英語で好きなドラマとかないんですかって、そういうの見たらいいかもしれないですねとか言ったら、ああそうですよねとか言ったら、次の回行ったら、ああ平本さん奥様は魔女って言うんですね。奥様は魔女、意味が分かんない昨日言ってたじゃないですか、英語の奥様は魔女だったら見れますみたいに、もう継続コーチングに入ってるんですもうなんか顔を見たらコーチングしてるパールノード、そこのタリーズでね、もう今いらっしゃらないけど、そこにいらっしゃる息子さんがなんか静岡県で柔道やってて、平本先生石井聡のメンタルコーチされてた、うちの息子もなんか柔道やっててとか言って、ちょっとアドバイスしたら、もうすごい助かりましたとか言って、なんかラテアイスラテ頼んだら、山本さんいいですよ、ここも私払いますかジャリジャリとか言って、タリーズこんな、まあでもインチキじゃ、実際自分の顔にジャリジャリ言ってたらこうやって、いいですよとか言って、別にタリーズ安くしてもらいたいわけじゃないです、普通に私が生きてることがコーチングになっちゃうんで、もうなんか、いや別にそのおばちゃん別にコーチングする気ないけど、言えば多分受けると思うんですね。っていうふうにクライアント来るのどうでしょうか。上司管理職マネージャーの人もそうです。そこね、学ぶったも言ったね、昔はお前ここおかしいぞここおかしいぞって言うからね、彼が職場に来るとザーッと職人が去っていくんですね。顔を見られたらなんかまたダメ出されるんじゃないか。今は違うんですよね。今はどうですか。から問題解決ができています。もう周りから話したくてしょうがない。こういう上司になったらどうですかってことですよ。なんかしんどい思いして頑張るじゃなく、向こうから話しかけたくなるような、でニコニコですよね顔がね、で成果が出る。つまり自分自身の在り方そのものを OS 変えるのはリーダーシップの3ヶ月、そして、考え方学ぶのはこの2日間になります。この3つを挙げることで、でコーチングカウンセリングだけではなくてチームコーチングファシリテーション等々を学びます。考え方スキル行動もやって、実際2週間仮説してみてまた、やる。1日研修したらこの講座分元が取れます